はい、おはようございます。ラスカラでございます。本日の動画もですね、ここ立川にございますトスカーナさんにお邪魔しております。というのも、まあね、前ねトスカーナさんの動画でもお話ししたんですけれども、こちらのお店で以前いただいたピザのチャレンジメニューがどうしてもね忘れられなくて、オーナー様の方にちょっとご相談させてもらったところ、新しいピザのチャレンジメニューが誕生いたしました。でこれね、もうピザの方は見えてると思うんですけれども、お肉系と、まあ、シーフード系とハーフ&ハーフの超巨大なピザとなっておりまして、量でいうとね約5キロ5キロのピザ、制限時間が、まあ、30分ですね。で料金の方なんですけれども、まあ、以前のね動画と同じようにちょっと仕入れの時によって値段がね若干変動がございますので、チャレンジをする際にはこのね料金の方はお店の方に電話して確認してください。まあ、今回はねいつもに比べて、まあ、30分ってもう時間制限がめちゃめちゃ短いので、なので、まぁちょっとね、食べ方とか、若干ね、マナーにそぐわない部分もあるかとは思いますが、あらかじめね、ご了承いただいて、動画の方をご視聴いただければと思います。3、2、1、スタート！はい、ので、じゃあ、いただきます。と、まずこれ、ちょっとお肉、あっ、熱々だぜ、これ、熱々だぜ。うわ、これ30分やばいかも。よいしょ、ちょっと、うまそう。ちょっとね、お皿に取らさせていただきます。よし、お肉はねこんな感じでございます。よいしょ、いただきます。いただきます。うまっ。本当に前回のピザだと、いわゆるシカゴピザみたいのもチーズダクダクで、こう取るともう溶け出しちゃうぐらいもうチーズが多かったんですけど、やっぱりね今回は具材が乗ってる分、若干ねこのチーズの量も変わってて、すごくね具材ともこのチーズの感じバランスがねちょうどいいです。めちゃめちゃうまい。このね、耳がうまいのよ、マジで。パリッパリサクサクしてて、うん、うまっ。これみんなにチャレンジしてほしいですね。ちょ、いろんな人来てほしい、本当に。マジでうまい。一回取る前にお肉だけちょっと流さないと無理ですね、取るのが。これ相当難易度高いですね、やっぱり。やばい。全部で10ピースあるんで1ピース3分しか使えてますもんね。やば。マジでやば。ちょっと無理っぽい。続いてこれ魚介の方行こうかな。うまそう。あ、ちょっと肉のちょっと。うん。はい。
こちら魚介シーフードの方はねこんな感じでございます。柔らかイカブリンブリンですね。ちょ正直あの硬かったら辛いなとか思ったんですけど、もうそんなことないわ、ブリブリエビうままたこのカニのほぐし身ですね、香りがものすごくうまい。いかうまいっすね、これ本当にうまい。これさっきあの調理工程もちょっと拝見したんですけど、このねシーフードは後のせなんですよ、あの火入れが別なんで、やっぱり、ね、そのまま焼いちゃうと硬すぎちゃうと思うんですけど、このね火入れ加減がもうバッチリちょうどよくてマジでうまい。うまっ、あっつ、中のトマトソースあっつ。でまたこのお肉もねちょっと和風っぽいような醤油ベースですか、これは。そうですね、うん、はい、ね、やっぱりこっちがシーフード洋風でこっちが和風っぽいピザになってるんで、味のねメリハリもあって、もうこんだけ食べてもね絶対飽きない。僕らだけの話なんですけど、普通の人はね飽きるどころの話じゃなくてまず食えないって話なんですけどあの参考にならないかもしれないですね、僕らのこういう意見は。ほんと普通の S サイズ M サイズを一人でこれ食べても全然飽きは来ないと思います。これ下手したらあの前回のチーズとベーコンのやつよりもしんどいかもしれないです。このお肉ゾーンが下手したらベーコンちょっときつい、多分飲み込みが、うん、ほんとマジで大食いの人全力で挑まないとほんと負けると思う。ちょっとお話ししたり、あのサムネ撮影したりして若干ね時間は空いたんですけど、1ミリもサムネなんか熱々ですね。こんだけチーズの層があるとこれね、やけど気をつけてね、みんな。
ちょっとチャレンジといっても楽しみたいんで、タバスコで絶対シーフード合いますもんね。まずうまっ。鉄板ですね、タバスコは。うん、やっぱマジで強敵だわこれ。だんだん顎がこう疲労が溜まってきますね。うん、噛めなくなってる、だんだん。生地はこれがラストですね。ホタテすごいな。今初めて単体で食べたらそのエキスの出方がすごいなってすっげー噛むだけで出汁がジョーって出てくる。
いや、これ思ってたよりギリギリだな、これ。量で言ったらこのこぼれてるだけで2ピースぐらいありそうっすよね。いや、まじ間に合うかな、これ。
チャレンジ面白い。ということで、まあ、チャレンジ結果としてはね、もう失敗となりました。で、残量で言うとね、もうほんとこんなもん、僕の口で言ったら満パンに2口入れればいけるぐらい、多分2口か3口ぐらい。ただね、ちょっともったいないんで、こうやればね、いただいちゃいます、これ。ということで、改めてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。